最初がどうだったのか俺にもよくわからないんだ。たくさんの俺の荷物を壊してきたことは確かだ。後ろを振り返るとそこはガラクタの山だった。何一つ拾わず夢中でそこから逃げてきた。この飲んだくれ男のガランとした部屋を見てくれ。ここで生きてるものは俺とこのウイスキーだけだ。絨毯をめくったってあんたの欲しがるものはない。せいぜい出てきて俺の落としたため息ぐらいさ。こんな俺にも宝物の一つや二つあるもんさ。壁にピンで留めてある小さな写真撮っておくれ。可愛い子だろう、あんたもきっと夢中になるさ。でもあの子俺から北へ千キロも遠くなんだ。もう一つの宝物をあんた知りたいって言うのかい。でも今すぐってわけにゃいかないぜ、こいつばかりは。今夜俺が歌ってる、いつもの店へやってきな。きっと飲んだくれて宝物を歌ってるからね。最初がどうだったのか俺にもよくわからないんだ。たくさんの俺の荷物を壊してきたことは確かだ。後ろを振り返るとそこはガラクタの山だった。何一つ拾わず夢中でそこから逃げてきた。夢中でそこから逃げてきたんだ。